キャッシュアルゴリズムは、コンピュータ上で情報を格納するキャッシュを管理する、プログラム、または、ハードウェア構造を最適化する、アルゴリズム群。キャッシュがいっぱいになったとき、このアルゴリズムで新たな情報を格納するための場所を選択し確保する。知観アルゴリズムあるいは知観ポリシートも。キャッシュのヒット率とは、探しているデータが、キャッシュ上で見つかる率である。 キャッシュサイズを増やさずにヒット率を向上させるにはキャッシュアルゴリズムはより多くの使用情報を必要とする。キャッシュの零点子とはあるデータを要求してからキャッシュがそれを返すまでにかかる時間である。より高速な置換戦略は一般により少ない使用情報を使用していて情報の更新にかかる時間が少ない。それぞれのキャッシュアルゴリズムはヒット率と 霊点子の兼ね合いを考慮している。以下は、特に、キャッシュメモリのキャッシュアルゴリズムに関する項目である。メモリ位置とそれがキャッシュされるキャッシュ位置の対応他に、以下のような観点を考慮する必要がある。キャッシュコヒーレン習を保つアルゴリズムも、各種存在する。すなわち、複数の独立したキャッシュが、同じデータを格納する場合の同期アルゴリズムである。ありがとうございます。